二重反転プロペラ、二重反転プロペラ、または二重反転プロペラ、二重反転プロペラ、CRP とは、二組のプロペラを同軸に配置し、各組を相互に逆方向に回転させるもの。機体や船体にかかるカウンタートルクを相殺できる、一組では流れのねじれとして損失となるエネルギーが相殺によりなくなることで効率が向上する、などの利点がある。 英名を略して、コントラペラとも呼ばれる。飛行機、動力航空機では、固定翼の各種プロペラ機のプロペラや、回転翼機の回転翼に、また飛行船のプロペラなどでの採用例もある。ビークル類では他に船舶などの水中で使われる、スクリュープロペラにも、採用例は多い。その他各種のビークル類のプロペラや、その他の機器のファンインペラ等にもある。 搭載するエンジンの出力が増大するに従って、エンジンの出力をプロペラによる推力に有効に変換することが次第に困難になってきたことへの対策と強力なエンジンでプロペラを一方向に回転させることによって生じるカウンタートルクの搭載を狙って大出力エンジンを搭載する高速機に採用される。1930年代には、 レース用に製作されたマッキー MC72 などの水蒸気に搭載されて最高速度向上に威力を発揮し第二次世界大戦中には特にアメリカ軍とイギリス軍において二重反転プロペラを採用する試作機が多数製造された。日本では陸軍が試作機器64と二式炭座戦闘機長期のテスト改造機において海軍でも 川西航空機制の死運と強風で採用されたが、海軍で正式採用された2機種についても、日本の基礎工業力の未発達から要求される、工作精度が維持できず、ギアボックスの油漏れなどの問題を解決できなかったため、いずれも初期試作レベルに止まった。この方式には、プロペラ交流の変更を制逆回転の組み合わせで、搭載できるため、 垂直尾翼の小型化が可能で空気抵抗の減少やプロペラ効率の向上などが得られるというメリットがある。しかし、その一方で中空軸の中に中空軸の内径以下の外径寸法の中軸軸、あるいは中空軸を通して同軸でプロペラ軸を正逆に方向に回転させる必要があり、それぞれ回転方向の異なるエンジンを 各一機搭載するか、さもなくば、変速機に逆転機を内蔵して2方向の回転軸を取り出す必要がある。しかも、そのいずれにおいても、中空軸の内部に、中時軸あるいは、中空軸を貫通させる必要があるため、高回転数となる軸受けや軸そのものについて高い、工作精度、回転軸の中心を一致させないと、猛烈な振動を生み出すことになると耐久性、 前述の振動に耐えることが必要が求められた。また単発機の場合、変速機のギアボックスは通常のものと同程度の容積で2倍、近い複雑な歯車装置を組み見、つ大出力による強トルクに耐えることが求められるため、その内部の整備性は通常のものに比して大幅に低下し、しかも気候的な必然から重量が増大するというデメリットが存在する。 高バイパス比、ターボハンエンジンにより、大出力で高効率のエンジンはもっぱらジェットで実現されるようになっており、性能を追求したターボプロップエンジン機はあまり多くなく、研究は続けられてはいるが、あまり大きな発展はない。しかし、つイナス九95などいくつかの二重反転プロペラによる高性能ターボプロップ機が自運用されている。 1987年から1989年にかけて、本田技研工業は高基礎技術研究センターで二重反転式ターボプロップの 2.5X が開発されたが、実用化には至らなかった。鳥人間コンテスト選手権大会において、近年では、金沢工業大学のチームなど、時折採用例が見られる。ヘリコプターでは、一般に、 回転翼をローターと呼ぶため、同軸反転式ローターもしくは二重反転式ローターとなる。現代では、エアレース用として二重反転機への改造が見られることがある。特に D のエアレースでは P-51 を二重反転に変更した改造機が複数参加している。博物館などへ寄贈される際にはオリジナルに近い状態へ戻されることが多い。 冷やし縮流体で使われるスクリュープロペラでの採用例などについて、魚雷は魚雷発射管の構造的な制約で本体直径から大きくはみ出す安定板を採用できない小さな面積の安定板でスクリューの反動にこうすることは難しく、得てしてスクリューの反動で本体が回転してしまい推進効率が落ちてしまうこのため反動操作を目的として二重反転式を 採用するものがある。航空機などと異なり、一度きりの駆動で長くても数十分持てば良いわけであるから耐久性上の問題が少ないという面もある。船舶、特に大型の商船では最大出力に近い巡航出力による長時間連続運転が前提であることなど条件が厳しい上にトラブルが損益の悪化に即決していることもあり。 堅牢性が重視されることから、単純な気候が好まれる傾向があるため、全般に複雑な気候の採用に関して、消極的である。新日本海フェリーの浜ナスアカシアにおいて、二重反転プロペラによる、高出力なポッド型推進機が採用されている。珍しい使用例としては、リズム時計工業が、卓上扇風機に二重反転ファンを採用した例がある。 メーカーでは、騒音、風量、省エネに優れていると解説している。スイッチ類が変更されたものが、無印良品に OEM 供給されている。他に、ホンダ技研工業の小型幸運機や小型除雪機などの採用例がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。